厳しいグループに入ったけど、中国に快勝して U20 女子ワールドカップ出場嬉しいわね。だな。今回は中国戦の試合内容と反応についてやるのでぜひ最後まで見ていってくれよな。じゃあまずは見てなかった人も多いだろうから、試合内容行きましょう。ヤングなでしこが連勝、土方天の弾で中国を2-0撃破、グループ2位以上確定で U20 女子ダブル杯への出場権を獲得。アジア杯、アジアカップはまだ続くんだけど、一番重要なワールドカップ出場を決めて一安心だな。そうね。ベトナム、中国、北朝鮮という難しいグループだったけどよかった。U20 日本女子代表は現地3月7日、ウズベキスタンで開催されている U20 女子アジアカップのグループステージ第2節で中国と対戦した。グループ B の日本は、第1節でベトナムを10-0で撃破し、大会白星スタート。今大会は8カ国が2グループに分かれ、各組の上位2チームずつは、ノックアウトステージに進出すると同時に、8月31日から行われる U20 女子ワールドカップへの出場権を獲得する。実は首位通過するかどうかの点でもこの10点は大きいのよね。最終戦で対戦する北朝鮮はベトナム戦6点だったしな。なぜか退場者出してるし。なぜこの試合で退場者を出す必要があるのか意味不明でくさ。ヤングなでしこは立ち上がりから主導権を握る。すると26分、大山歩が右サイドに展開すると、これを受けた久保田真央がペナルティエリア右から折り返す。最後はゴール前に走り込み、右足でゴール左に流し込んだ土方麻也の2試合連続弾で先制した。めちゃくちゃいいゴールだったよな。右サイドに抜群のボールが来た。久保田はちょっとコントロール難しくてボール流れたけど、そこから体をひねりながら中央に。そのボールに走り込んだ土方が決めたわけだけど、一連の流れが本当に綺麗だった。立ち上がりいきなり中国に決定機を作られてヒヤッとしたけど、この先制点は大きかったな。あれ決められてたらまた展開は変わっていたわね。後半に入ると、中国にシンプルな攻撃から危険なシーンを作られる。しかし、GK 大熊茜が好セーブで立ちはだかるなど、守備陣が奮闘し、相手に得点を許さない。ちょいちょい危ないシーンはあったけど、点差以上に差があったように個人的には感じたかな。やっぱりこの世代の日本強いわ。差がなかったって意見も結構あるし、味方によって変わるかもね。その後は猛攻を仕掛けると74分、土方の放ったコントロールシュートはわずかに枠を外れる。その1分後には、ゴール前のこぼれ球に辻沢愛が詰めるも、相手ディフェンスにブロックされた。それでも88分、天野鈴がペナルティエリア右手前で獲得したフリーキックを直接決めて追加点。日本はこのままリードを守り、2-0で中国を下した。このフリーキックすごすぎて思わず笑ったよ。あそこから直接狙うとは思わなかったわ。絶対クロスだと思ったもん。キーパーもそう予想して少し飛び出したからな。でも飛び出さなかったとしても防ぐのは不可能だった。それほど威力も精度も抜群だった。いいもん見させてもらいましたよ。気持ちよかった。グループステージで連勝の日本は、B 組に異常を確定。準決勝進出が決定し、U20 女子ダブル杯へ出場も決まった。まずワールドカップ出場おめでとうございます。さっき言ったように私は点差以上に差があったと感じた。ある程度安心して見てられたな。あとはこの先だけど、最終戦北朝鮮との結果次第、そして向こうのグループ。韓国かオーストラリアどちらかとの対戦となることがほぼ確実ね。今は北朝鮮戦に集中しようぜ。てか最近北朝鮮戦多すぎだろ。関わりたくないのに。ちなみに私も気になってた人がいたんだが、話題になってた。試合を中継したスポーツチャンネルダゾーンで一人のサポーターが映し出された。日本代表ユニフォームを着て、太鼓を叩き選手たちの名前を呼んで鼓舞するサポーター。SNS 上でもサポーター一人ぼっちで鳴り響いてる、現地で太鼓叩いてちゃんと歌ってくれてる兄貴本当にありがとうといった声が上がり話題を呼んでいた。この人確か初戦もいたわよね。たった一人で太鼓叩きながらちゃんと。めっちゃ声響いてたし、最高にかっこよかったわ。これぞ本物のサポーターだよな。ちょっと感動したよ。では中国の反応行きましょうか。まず対戦前のものから。母国大手メディア総府は U20 中国女子は前途多難、日本と大きな力の差、同勝利への望みをつなぐかと報道。B 組についてやはり、北朝鮮と日本は非常に強いと警戒を強めている。初戦を北朝鮮と1-1で終えた中国。中国女子サッカーチームはできるだけ多くの得点を取らなければならないが、簡単な仕事ではないと指摘する。日本の女子サッカーの基本的な技術はしっかりしていて、中盤のスピードはとても速い。ベトナムを10-0で一掃したと分析しつつ、2022年の U20 女子ダブル杯決勝で日本を3-1で下したスペインのスタイルにも言及した。女子 U20 ダブル杯決勝戦のスペイン対日本戦は情報を提供してくれた。激しいコンタクトプレーによって日本のスタイルが乱れ、3失点を喫して敗れている。そうした過去の試合が攻略のヒントになると例を挙げたが、記事では総括して U20 中国女子は日本と大きな差がある。これは避けて通れない現実で、U20 以外のチームも同様の差が存在すると両国の実力差を認め予選の競争と将来の発展を考えると、彼女たちの幸運を祈るしかないと勝利への祈りを捧げていた。そもそもこの世代って日本とスペインが別格なのよね。近年 U20 ではこの2カ国で優勝を争ってる。
ちょっと次元が違う感じなんだよな。そんな不安を抱えながらの対戦だったが、どんな反応か見ていこう。中国大手メディアソースはこの結果を受け完全敗北と題し、試合のデータを紹介。中国のボール支配率はわずか37、シュート数はわずか2回、対して日本はボール支配率63、シュート数は23回だったと報じ、厳しいゲームとなったことを伝えていた。数字でも出てるんだけど、細かいところでも結構差があったように思うし、思ってた以上に日本が押し込んだ印象。中国も前に出たかったんだろうけど、それをさせなかった日本、マジで強かったよ。もう少しイーブンな展開になるかと思ってたけど、やっぱりこの世代ヤバいわ。実際どうかは次の北朝鮮戦が証明しそうだけどな。まあ、ターンオーバーとかもあるかもしれんが。そして別記事ではこのメディアの詳細があったので、そちらも見てみよう。日本との差が歴然に、3つの大きな欠点と母国の露呈した敗因を指摘。中国チームは失点した後、強力な反撃を開始。少なくとも3つの良いチャンスがあったが、残念ながらそれを掴むことができなかったと決定力の差を嘆く。またボールポゼッション率やシュート数も日本に及ばず、実際にはこの差が歴然となったと報じている。また中国のパス精度の低さも挙げ、U20 中国女子サッカーは戦術的に単純で粗雑、ミスが散見していたと思う一方の欠点について言及。日本女子サッカーはやはり短いパスをつなぎ攻撃する場合が多く、選手たちの動きも活発だったと比較し、男子サッカーであれ、女子サッカーであれ、それが両国のサッカーの違いなのかもしれないと考察を展開していた。これはやっぱり思うわね。ショートパスなら差が歴然。男女ともこの部分は中国かなり雑。適当に放り込まれた方が怖いな。これは中国に限らずだけど。日本に敗れ、2戦で勝ち点1のみ決勝トーナメント進出には奇跡が必要と現状考察している。U20 中国女子サッカーチームにとっては、日本が北朝鮮に勝つという希望に加えて、大差でベトナムに勝たなければならない。1勝1分けとなった B 組2位の北朝鮮の勝ち点は4。最終戦で中国が勝利し、北朝鮮が日本に敗れた場合、両チームは勝ち点で並び得失点差の勝負となる。第2戦でベトナムに6例で勝利を収めた北朝鮮が有利な状況もあり、中国は厳しい立場に立たされることになった。でも個人的には結構中国も可能性あるように思う。北朝鮮と引き分けで終えたのは大きいんじゃないかしら。日本が北朝鮮に勝つ可能性って結構高いし、ベトナムはかなりガバガバだったからな。北朝鮮は6点しか取れなかったとも言える。この辺どうなるか最終戦注目ね。そしてサポーターの反応。なかなかいいところが出せなかった中国のファンは悲嘆。試合経過を伝える中国メディア G ボーバーのコメント欄には、次のような声が上がった。中国は攻撃ができない、格差はますます大きくなっている。それが現実だ、本当に協調性がないと感じている、受け身で殴られ続けた。中国は監督が悪い、ミッドフィルダーは守備がなければボールを保持することもできない、事実に真実を求めるとそのギャップはかなり大きい、差が大きすぎる。20年経っても日本には勝てない、点差以上の実力差を感じたファンが少なくなかったようだ。協調性ないの自覚してて笑った。まあ、韓国みたいにとりあえず日本が悪いってならずに素直に受け止めてるとこはすごいよな。そしてこれもいつも通りだけど、この試合から中国サッカー全体への悲観に。中国メディア新蘭体育も悲観的だ。日本が強敵なのは分かりきっていた事実だが、それでも引き分けに持ち込まなければいけなかった。やはり勝負どころで発揮する実力差は大きく、完全に力負けした格好だと評しつつ、日本は突破を決めたとはいえ、北朝鮮戦で手を抜いたりはしないだろう。日本の勝利を信じるしかないと期待を寄せた。だが一方で奇跡など起きない。自分たちで掴むしかないのだ。北朝鮮が日本を相手に大量失点で敗れるとは思えず、ベトナム戦で中国は少なくとも5点以上は取らなければならない。だが果たして、今大会の中国にその力があるだろうかとトーンダウンした。その通りね。奇跡ではなくて自分たちで掴むしかない。現実ってのは厳しくて残酷ですよ。さらに、嘆き節は続く。中国の女子 A 代表は2022年の女子アジアカップ優勝から一気に転げ落ちたと説明し、昨年の女子ワールドカップで史上初のグループステージ敗退の屈辱を味わい、自国開催のアジア大会は3位止まり、パリ五輪予選も最終ラウンドさえ進めず敗北。もはや男子と同じく、女子もアジアの二流となってしまったと論じる。そして最後は日本との生死をかけた一戦に敗れた。もしこのまま U20 女子ワールドカップにも出場できなければ、中国女子サッカーにとって新たな大きな痛手となる。なんとか粘って出場権を掴んでほしいところだとエールを送った。中国の場合は男子があれで、女子サッカーには誇りを持ってたからな。女子中国代表は決して弱くないのよ。でもぶっちゃけくじ運最近悪すぎでしょ。地獄のようなグループにぶち込まれてるもん。オリンピック予選にしろ、ワールドカップにしろ、今回にしろ。確かにちょっとくじ運悪すぎだよな。男女とも肉親ってのはかなり来るわね。まあ、中国サッカーを応援するわけじゃないが、日本は最終戦北朝鮮戦、ここもできればうまいことローテーションしつつ勝利してほしいな。さてみんなは今回の件どう思ったかしら。高評価とチャンネル登録ついでにコメ欄で意見を聞かせてね。それではまた次回、戦うよ。ご視聴ありがとうございました。真ん中がこのチャンネルになります。
空いてるところにあるチャンネルは関連のサブチャンネルになります。興味がありましたらぜひ。空いてるところってなんだよ。え？うぷ主の雑さがよくわかるわね。いや、いろいろ詰め込みすぎてスペースが。あ、はいはい。それではまた別な動画で。またね。はい。